戦争店員。巫女を惚れ直させるためにも張り切ってまいりますわよ。巫女さんってアミさんの強さに惹かれてるんですか？ないだろう。だって戦ってる時のアミ怖いじゃん。ちょっと聞き捨てなりませんわ。私はいつも華麗ですのに。苛烈の間違いだろう。でかい斧をブンブン振り回してケルビムを素手でちぎっては投げちぎっては投げ。ちぎったことはありませんわよ。ひどいですわ。プンプンですわ。怒り心頭でみんなに巫女の可愛い弱点をバラしちゃいますわ。待て、エノア家のルール一つ目、家族の秘密を口外するな。エノア家のルール二つ目、家族の秘密を口外するな。というわけで守秘義務がある。あら、そんなルール記憶にありませんわ。だって今作ったし。巫女はこちょこちょが苦手なんですのよ。お腹も太もももダメだけど特に足の裏。おい、ってまあそれくらい知られたって別にいいけど。知らなかった。詳しく聞きたい。どういうシチュエーションで分かったの？あ、そっか、アミさんに全身まさぐられたことがあるってことだもんね。それはですわね。あんまり言いふらすと嫌いになるぞ。私と巫女だけの秘密ですわ。ちなみにいかがわしい話じゃないからな。目が三つに腕が四本、これってにゃーんだ。にゃにゃ、答えは秘密事項にゃ。毎度、また何か拾ったら取引よろしくにゃ。いってらっしゃい。早く行けという圧を感じますわね。みんな行ってきますわ。アミさん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。アミとミコトはいつもの仲良しで花丸。当然ですわ。適正存在の出現を確認。待って、この先は限りなく絶対零度に近い。機体でもとっても危険。あらあら、どうしますの？近くに冷却装置があるはず。探索して見つけたら破壊してみて。アミ、冷却装置を見つけて破壊して。冷却装置発見。指定の場所を破壊して
了解ですね。冷却不対の逆噴射、この区画から脱出してエマージェンシーですわ。言われた通りにしただけなのに、どうしてですの。どうせ亜美のバカ力のせいだろ。無言の皇帝、自業自得ですわ。お疲れ様亜美、これで通れなかった区画が解放されたはずだよ。なんだかどっと疲れましたわ。俺はタイラーの脳みそ、お前はなんだ。あら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 、明らかにまともじゃないケルビムが出てきましたわ。俺がまともじゃない、僕はイカれてる。違う、イカれてるのは世界だ。ああ、うるさいうるさい、静かにしてくれ、頭が割れそうだ。俺の声が僕の耳がキンキンする。これまたキャラクターが濃いめだな、一人称が定まってないし。自我が分裂し始めているのかも。人格データを過剰摂取すると起こり得る障害。機械にも多重人格ってあるんだね。ああ、うるさい。お前ら全員黙らせてやる。頭をちぎって投げれば静かになりますわよ。やっぱり可憐じゃなくて可烈じゃん。さあ行きますわよ。巫女の見ている手前、情けない姿は晒せませんの。黙れ黙れ黙れ。輝きに飲まれて。全力で戦いたい。収束、ドンペン高ぶってきましたわ。オーバーロード、アム、エンゲージ、フルアップイベント、シングルアクティベート、弾いてよこせ。キラッ、全力でホビスだ。緊急機能のアクティブ、フロアアクティベート、クロックアップ。はい、でも俺は心がパーティス、ナイスパーティスト、シングルアクティベート、
ードに見られてると思うと大興奮で血まつり。俺は誰だ。そんなもの他人が知るわけありませんわよ。みこと、私の華麗な姿をしっかり目に収めまして。苛烈にボコボコにする勇士なら不服ですわ。でも亜美が元気な姿を見れて嬉しかったよ。ふふふですわ。できる。アミ、お疲れ様。とっても苛烈だったよ。華麗ですわ。ただいまですわ。おかえり。戦闘後に聞く巫女のおかえりは小僧ロップに染み渡りますわ。仕事終わりの一杯みたいに言うなよ。アミ、お帰りなさい。アミさん、お帰りなさい。次は中枢だからレーベンの番ですわね。頼みますわよ、選ばれし者さん。その呼び名はあれだけど、頑張ってきます。お帰りなさい。